皆さんおはようございます。今日は令和元年5月3日、月曜日ですね。今日も、朝から、果樹の桃の農作業を頑張っています。まだねちょっとだけ鉄火作業っていうのが残ってたのでそれをやっていました。でやっぱりひょうが降った時の害が傷跡がですね桃の果実にこのように、このようにね残って、やっぱりね害がね残ってしまいました。でちゃんとに育っていけばね食べることはできるんですけど、芸術的な美しい姿、完璧な姿ではなくなっちゃいますのでね。で こういうのはなるべく落としてやってます。昨日は日曜日だったけど昨日もね朝からね頑張って、夕方は久しぶりに家族で外食をね久々にねしたんですよね。外食とかもねたまにはいいですね。まあ今日は、空晴れてますけどちょっと暑くなりそうですけど今日も一日頑張って行きましょう。僕も頑張ってこういうのを落としたりして袋かけもねまたできるように頑張っていこうと思います。以上です。お疲れ様です。